今まで何度かラジオ形式でお話ししてきたことがありましたが今回は本当にラジオ番組とししてておお送りしております、えー、その話をする前にちょっと皆様に質問があるんですが先週公開した「はなまる教室」は見ていただけたでしょうか先週の動画ではヒプノシスマイクが大好きなゲストをお呼びした回だったんですが今回は「 動画ではカットした未公開シーンについてのお話であったり収録の裏話などについてたくさんお話ししていこうかなと思っておりますのでまだ見ていないという方は動画を先に見ることをおすすめいたしますさらに後半では直近の YouTube コメントなどを紹介するお便りコーナーも開催する予定なのですがその前にこのラジオ番組についてあの説明しておきたいと思いますさっさと本編が聞きたいよっていう方はタイムスタンプから飛んでみてくださいね はいというわけで余談から入りたいと思いますしょっぱなでラジオ番組って言ったんですけど本当に今日はラジオとして収録しておりますどういうことかって言いますと今これを聞いている方のほとんどは YouTube で再生されているかと思うんですけども 数日遅れで、ポッドキャストやスポティファイの方で公開される予定です。ちょっとまだ承認申請が降りてないかもしれないので、少し初回は遅れるかもしれませんけどもね。で内容は全く YouTube 版と同じです。で今後も、このラジオの回っていうのは同じ風で、YouTube にも落とすし、えー、ポッドキャストの方にも落としていくっていう風にしたいと思います。で、実はですね、去年の11月から、 ひっそりとこのラジオ番組のベータ版みたいなことを2ヶ月間やっておりました音声収録して一人でスラスラダラダラ喋るっていう練習をしていたんですね喋りたい内容の大筋を捉えつつ、まあ、ちょっと雑談も入れつつ喋るっていう練習をしてたんですよでちなみにそのベータ版のデータはもうすべてネットから削除しておりますのでもう聞くことはできないんですけども まあっていう風で本当に一人で慣れつつ楽しむためにやっていたっていう風ですね。ラジオをねやりたい理由っていうのはあのもったいない話が多すぎるなと思ってっていうのもこれまでの YouTube 版のゲストをお呼びした動画ではなるべくこう10分程度15分ぐらいかな1本あたりに収まるようにコンパクトに編集してましてここめっちゃ面白いんだけどちょっと間延びするからカットしようって っていう風でなくなくカットしたところとかがあったりして実はそこも地,地味に面白いっていうのが結構あったんですねでそれがもったいないなっていうのとあと収録に至るまでそのカメラが全く回ってないところでその私ゲストやりたいんですとかもしくは逆のパターンで私が茶子先生側がゲストにこう出てくださいませんかって声をかけるところから実際にテーマを決めて こういう話がしたいんですっていうこうなんかワクワクしてる感じ楽しみだなってゲストさんが思ってくださったり私が準備している時に結構ドラマがあってそこは完全にプライベートな感じで進んでってる話なのでなかなかツイッター上でも語る場がないしまあ文字にするとすごく長くなってしまうのでそういうところはあの出す場としてラジオが適切かなと思っておりまして さらにですね、あの、収録前後の自分自身の変化も結構ありまして、例えばゲストが好きなものについて、まあ、予習をしてるんですけど、それの前後で、ちょっと大げさかもしれないですけど、世界の見方がやっぱ変わったりするんですね。日常生活で、そのゲストが好きだったものを目にすると、あ、これあの人が好きなやつじゃんとかいう風で、あ、このコンテンツ、これと関係があるんだみたいな風で、少し 身の周りの見え方が変わったりすることがありまして、そういうのもラジオで話せたら面白いかなと思ってまして。っていうのが理由ですね。まあ、実はね、以前、そういうのをノートの方で文章で書いてたこともあったんですけど、あのー、変なところで真面目病が出るというか、すごく硬い文章になりがちなので、まあ、私がすごくちょっと論文テイストというか、 読みづらい文章になる傾向が高くて、真面目にやらなきゃっていうのが発動しちゃうんですよ。でまあ、読み手としてはちょっとあのしんどいかなっていうふうで。っていうのもあるしな、何より文章を書くのに物理的に時間がかかるなっていうところで、まあ、音声ですとこう制作コストも低いし、まあ、なおかつ視聴者もまあさっとながら聞きできるっていうことで、自分が楽しいと思える媒体、それってラジオじゃないっていうふうでちょっと作ってみたいなって思ってまして。 まあそもそも去年の夏から秋頃に、ポッドキャストっていうものに初めて触れ合って、思ってたよりお手軽だし、結構一般人もかなりいるんだっていうその間口の広さに衝撃を受けたので、近々やりたいなと思ってまして、実行している次第です。まあ、今後もなんですけど、ゲスト界の動画はできるだけ一本にまとめて、 次の週にはラジオで裏話とか雑談をするっていう、まあ2週で1セットみたいな形式にしていきたいと思ってます。で、またその他ゲスト収録の裏話会とは別で、ラジオ会だけの企画もやる予定ですので、まあその辺はお楽しみにっていうふうです。で、まあラジオのいいところはね、誰も真剣に聞かないところなんですよ。まあながら聞きってよく言うと思うんですけど、例えば家事しながらとか、運転しながら、制作しながら、 まあ勉強しながらみたいな風にまあ英語のチャンネルとかニュースチャンネルと違ってまあ有益な情報っていうのは全くないんですけど耳がちょっと寂しいなとかなんとなくかけ流ししてもらうにはちょうど良いかなと思いますちなみになんですけど、えー、このラジオ番組の名前は地面ですと茶子先生の放送室と書くんですが放送室と書いてラジオと無理やり読みます茶子先生のラジオです で、まあ、えっ、ー、と、ややこしいしめんどくさいので、チャコラジと省略させていただきます。あの、そのままツイッターのハッシュタグとしても、あの、チャコラジを使っていこうかなと思いますので、チャコラジで覚えてください。はい。まあ、というわけでラジオについての説明は以上になります。まあ、ここから本編と参りましょう。チャコラジはい。それではここから本編。 先週の花丸教室のゲスト、鈴木ラナさんのヒップマイ会ですね。これについての裏話などを喋っていけたらと思います。まだ動画をご覧になってない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょこちょこ説明しながら喋っていきたいとは思うんですけれども、あの、ちょっと内容に入る前に、動画そのものについてちょっと喋りたいんですが、先週の動画っていうのが、2022年一発目のゲストをお呼びする動画だったんですが、まあ、日々やってるんですけど、まあ年明けたし、 編集を少し改良しようということでマイナーチェンジしました。その一つが冒頭のところで、確か、えー、ここは誰もが好きなものについて楽しく話せてちょっと学べる花丸教室ですっていうところの下りとかがあるんですけども、これ読んだ人がまず一番に思うことはね、多分、あ、この動画の企画って名前あったんだだと思うんですけど。<laughs> 花丸教室って初見なんだけど、初耳なんですけど、みたいな方、めっちゃいたんじゃないかなと思うんですけど <laughs>。これ今後毎回出していこうと思います。あのー、これね、去年から実は、このゲストをお呼びする動画について、この企画そのものについて、なんて相性をつけたらいいかなーって悩んでまして、たびたびツイッターでアンケートを取っていて、ああでもない、こうでもないってやってたんですけど、なんか最初はね、推し語り会とか、推し語り動画とか、 いろいろ言ってたんですが、なんかオリジナリティに書けるなと思って <laughs>。で、あのー、去年、私が、まあ、ドット絵にハマりだして、この、茶子先生の教室っていう YouTube チャンネルのロゴとして、ロゴの一部に、あの先生がよく書く花丸がありますよね。あれをロゴ化したんですけど、まあ、そこから花丸って撮っちゃえばいいんじゃねと思って。<laughs> まあゲストの好きなものを褒めますしね。褒めて、花丸って。 いう風な意味も込めて全部肯定するよっていう意味も込めてまあ花丸教室にしようかなっていう風に決めましたもう決めちゃいました実は再生リストの名前もとっくの昔に花丸教室になってたんですけど、まあ、私があまりにもツイッターとかこの動画の中でゲスト会っていう風に連呼するもので、まあ、ちっともこの花丸教室っていうのは浸透してないんですけども <laughs> では、まあ、あの今まで動画の冒頭とかで この動画はどういう動画ですっていうコンセプトを全く説明してこなかったんですね初見の方がたまたま動画に飛んできた場合にもこれってどういう動画なのかなどういう趣旨なのかなっていうのがわかるようにした方がまあ親切かなとは思いましたでそういう字幕が出た直後に次はね今回遊びに来てくれたのは鈴木ラナさんみたいな字幕が出てくるんですけど、まあ、ここでは、まあ、ゲストについてのちょっと簡単な説明というか どういう経緯で来てくれたのかとかどういうやりとりがあったのかなっていう具体的なエピソードを少しここで明るみに出すというかそういう場所にしたいなと思っていますで今までは全くこの私とそのゲストについての関係性とかについても触れずに動画の本編に突入していたので、まあ、それを字幕で少し補足するっていう部分になってますでもあとまあ単純に動画の冒頭で あのまあ、これリモートで収録してるんですけど毎回なんか「こんにちは」とかあの「見えますか聞こえますか?」とか「久しぶりです」みたいな,もうなんかよくある雑談が毎回繰り広げられるんですけど私その雑談が大好きでなんか今から始まるっていう,こうワクワク感とかちょっと緊張するなでもなんか今日喋ることいっぱいありすぎてどうしましょうはははみたいなこうお互い 今日の時間を楽しみにして今リモートでつながってますっていうちょっと緊張してるけどちょっとワクワクしてるっていうあの感じをカットしたくないのでまあその雑談の背景としてテロップを出せば雑談してる音声は音声で楽しめるし画面をちゃんと見てくれてる視聴者さんにはま音声とは全然違うことをテロップで出してるんですけど動画の趣旨とか ゲストがどういう人なのかっていうのが少しでも伝わるっていう、まあなんか静かなコミュニケーションが成立していてなんかいいかなと思いました。で、採用してます。まあ編集についてはこれぐらいで、まあ、ここから動画の内容についてちょっとどんどん喋っていきたいんですけど、もうちょっとし喋りたいことがありすぎて、うん、ごめんなさい。1時間ぐらいになっちゃったらほんとすいません。あのー、今回来てくださったのは鈴木羅奈さんという、普段は黒板アート作家として活躍されているプロの作家さんなんですね。 で、前回の動画ではもうまさにプロの作家鈴木ラナとして来てくれまして、黒板アートについてすごい喋ったんですね。それが去年の夏公開ですので、収録はだから去年の春になりますね。で、ラナさんが前回ゲストに来てくださった動画のさらに前に、私が一方的にラナさんのことを紹介する動画を出したことがあるんですよ。でそこで喋ったんですけども、 ラマさんは私が今この茶子先生として活動してますけどその活動のルーツみたいな方でしてすごい仕事を辞める私の前職は小学校教員だったんですけど働いてる時期に活動してるのを知って黒板を使って何かをするそして活動するって実際にできるんだなっていうなんか現実感を与えてくれた方だったので本当に自分にとってのルーツになってる方なんですけどもだから 前回のゲストのお誘いを OK してくれた時点で、そんな、もう自分にとってはすごい尊敬に値する方なので、こうなんか雲の上の存在というか、っていう方と実際に喋って、あの、交流できるっていうだけでも本当恐れ多かったんで、結構ビビってたんですけど <laughs>。あの、ラナさんがね、めっちゃフランクな方で、すごいもう今じゃあね、手放しで友人だと言えますよ。知らぬ間に打ち解けてましたね。 私みたいな、多分、やばいやつに、もう慣れてるんですよね、ラナさんが。その慣れてる感っていうか、器の、量、容量がでかすぎて。<laughs> あの、そのおかげもあって、本当に、あの、親しくさせていただいてるというか。<laughs> ラナさんはね、相手の心を自然とオープンにさせる能力がね、すごすぎるので、本当に気軽に喋れるなっていう。なんか、結構相談とかしたりしてるんですけど、 ま、だから今回に回目なんですね、ゲストに来てくださったのが。で、嬉しいことに、今回のお誘いは、ラナさんから、あのー、DM くださったんですよ。去年のね、9月の末ぐらいかな。だから夏に1回目の動画公開して、その2ヶ月後ぐらい、1ヶ月か2ヶ月後ぐらいに、ラナさんからまた DM が来て。で、あの、その時に来た内容がね、まあ、いずれ、オタクを公言したいから、 チャコ先生と推し語りできたらなーみたいないいなーっていうお誘いテーマが来てめっちゃ嬉しくってこの、まあ、ラナさんはオタクっていう言い方してましたけどこう公にしたいんだけどなかなか言えない言う人がいない言う場所がないっていう思ってる人のはけ口としてもう茶子先生という人間を活用していただけたら大変嬉しいなと思っていたのでもうその DM がすごい嬉しかったんですね。 で、もう、ぜひぜひっていう風に返信して、で、何にハマってるんですか推しは何ですかって聞いたら、あの、ヒップマにハマってて、もう最近は久しぶりに推し活というのをしています。楽しいですって来たんですね。楽しいですってめっちゃよくないですかこの純粋な、楽しいっていう、この、このあなたの感情をもう肯定したい華丸って言いたいっていう気持ちでもう爆発してしまって、で、この時、ラーナさん DM で、 そんなにちょっと語れるのか分かんないですけどって言ってたんですけどもう動画の最後ではねもう語り足りないですみたいな感じで言ってたんでもうバリバリに発散していただけてめっちゃ嬉しかったですねでちなみにその DM してた時にあの動画内でプチ授業をしている文字ね書きたい文字決めていただいて んですけどすごい悩んんでててちょっと推しが多すぎて決めきれませんもうちょっと時間くださいみたいな感じで結局ね収録のほんと直前まで悩んでたかな悩んでたのがね、あのー、全部中央区で「青ひつぎ眠」って4文字漢字書くか「中央区の3文字か「琴の波頭」で悩んでましたね。で実際に動画では「琴の波頭」っていうふうに書いたんですけども。 ま結局ねむちゃんの話もできたし中央区の話もできたから中央区周りの概念は割と回収できたのではないかなと思っていますけどもでヒップマイっていうもの自体をね私マジで知らなかったんですねその動画でも言ってましたけど浅い知識で申し訳ないっていうふうで言ってたんですけどえっとそのラナさんから9月末に DM いただいてで10月に撮影できたらいいですねって言ってたんですけど ラナさんの個展が開催されてまして、それと、それの準備がちょっとあまりにも大変で、ちょっとリスケしてくださいって言われて、で、デザフェスも控えてらしたので、じゃあデザフェスを終わってからにしましょうっていう風で、結局ね、えっ、ー、と、11月の上旬に撮影することになったので、まるまる1ヶ月ぐらい予習期間ができまして、その期間に、まあ、あの、日を分けてですけど、もうガチで無知。 ガチムチなんですよ。<laughs> ガチムチじゃ違う意味になるね。あの、本当に無知だ状態で、あのー、見始めて、ヒップマイっていう、もう、その、なんていうの、世界を知るっていうところからスタートしたんですね。だから、もう1ヶ月で、もう私これわかるかなってすごい不安だったんです。もう本当にでかいマーケットになっちゃってたので、一番びっくりしたのがね、 まあ私予習するときにとりあえずあのウィキペディアを見るんですけど、もうウィキのね、なんか量がね、半端ないんですよ。項目がめちゃくちゃあって。うわ、これちょっとやばいぞ。なんかやばいぞって。すげえなって、これちょっと1ヶ月あるけど、ラナさんになんか上手に質問できたりするかなとか思ってすごい不安だったんですけど。で、まあ 幸い YouTube の公式が充実していたので、とにかくまずは曲だと思って、公式の曲、YouTube で上がっている、ま、あのフルバージョンではないものがほとんどなんですけど、の曲を全部見ましたね。そこまで時間かかんなかったんじゃないかな。なんかほぼほぼ 5, 5分ぐらいの5分とか3分とかなので、それが100 ポーンあるかかかななないぐらじゃったもうちょっと少ないかくらいだったので全然聞けちゃってでまあなんて言うんですかね最初はそれこそ流し聴きみたいなしてたんですけどあのオールスターズあのヒップマイってなんか各グループがいる6グループいるんですけど今でそのみんな全員のキャラクターで歌う楽曲とかがあるんですけどその迫力がすごすぎてねもう。 もう全キャラかっこよく演出されて、強ーかっけー的な感じの曲が多いのでね、いちいちね、作業の手が止まるんですよ。<laughs> あの、えっ、ー、と、まあ、予習、がっつりその画面を、画面だけを見て予習してる時もあるし、なんですかね、料理しながらとか、あの、作業しながら、サムネの画像を作るとか、なんか、YouTube の概要欄を、 概要欄の文章を作りながら聞くとかそういう風で流し聞きしてた時にめちゃくちゃかっこいい曲とかが流れるともう曲に集中しちゃってあの野菜が焦げるとか <laughs> 文章がいつまでたっても完成しないとかそういうことが発生してもうこれもうい,い,いいわもうちょっと料理全部終わってからもう一回聞きますとか <laughs> これ作業妨害用 BGM じゃねえかとか思ったりしてねなかなかね あの流れ劇が難しかったですねで、まあと曲以外でだったら声優さん声優による声劇イベントとか過去のライブの一部をこう切り抜いてあるやつとかもありましてもうただただ圧倒されましたねあのコロナ禍に入る前のイベントがやっぱり多くてその時はもうね密だしすごくファンが熱狂してるのがものすごく伝わってきて はあ、こんなに人々を魅了するコンテンツって素晴らしいなって思って。<laughs> あの、私も、何、ど素人なもんで、ね。<laughs> 声優が実際にこうリアルイベントで早口のそのラップの楽曲とかを披露するわけですよ。もう、お客さん煽りながら。だから見てるときにね、<laughs> ちょっと大丈夫かなこの人、噛まないよね今 今したかんだらどうするんだろうみたいな。まあ、プロなら絶対しないミスを1000%いらない心配をして <laughs>、見てたりしてね。<laughs> 噛むわけねえだろうとか思って。いや、すごいですよね、本当に。あんな即興でライブやってね、歌詞飛んだりしないのかなとか思うんですけど、いや、もう圧倒的にパフォーマンスが優れて、本当にかっこよかったですね。あのー、見てるとき、すごいですもん、一人言が。すげえわ、この人たちとか思って。 で、あの、YouTube 見ててね、あの、面白いのがね、やっぱコメント欄ですね。ほんと面白かった。最近の YouTube って、すごく仲良しで、こう、特にそういう、なん、なんていうんですかね、もうファンしか見ないようなコンテンツのコメント欄って、もう、承認の嵐なんですよ。いろんな視点のファンがいまして、まあ、それぞれねこう、無言で承認し合ってる感がすごく好きですね。コメントはないんだけど、5000グッドあるとか、そういうコメントとか結構あって、 なんか、まあ、いろんな層がいるんですけど、もう推し無理、しんどいっていう人たちもいれば、もう推しバカだわ可愛い,い無理みたいな人もいるし、うわ、推し病んでるわ好きみたいな人もいるし、あー、推し平和守りたいっていう人もいるし、めっちゃ冷静に推しの分析していると見せかけて、やっぱり無理っていう人もいるし、あとは、あの、歌詞とか、そのキャラクター同士、 とか楽曲同士の関係性とかを解釈している人たちもいるしもっと俯瞰してこのプロジェクト自体の素晴らしさを称える人たちもいるわけですよ。なんか加えてそれぞれのこうコミック派とか舞台派、えー、アニメ派とか媒体別の好みがあったりしてねいろんな人がいてそれぞれの感じる尊さを尊重している でががっていいるというのがもう素晴らししいいコンテンテツだなと思いましたねであの当初からね気になってたんですけどあのヒプノシスマイクの「ヒプノシス」ってどういう意味なんだろうってあんま聞き慣れないので、あのー、これはヒプノシスマイクを昔知らない時ね全然知らない時に「最近流行ってんな」ってどういう意味なんだろうって調べたらヒプノシスの語源はヒプノトオシスどうやって読むのかちょっと分かんないですけど ヒップのが睡眠でオシスの方が状態だから催眠状態っていう風に多分直訳されるのかなって思うんですけど催眠状態マイクってどういうことって当時思ったんですがちゃんとさ世界観を知ってから見るとなるほどなって思う由来なんですがこのヒップノシスマイクの世界観としてはもろもろの事情により武力じゃなくて言葉が力を持つみたいなそういう世界観なんですね だから暴力とかが禁止されている世界なんですけどでヒプノシスマイクっていう人の精神に直接影響を及ぼせる特殊なマイクがあるんですけどこの世界ってそのヒプノシスマイクを通して、えー、言葉つまりラップですねラップをして、えー、発言したりすると聞いた人の精神に干渉して、まあ、要は攻撃できるっていう世界観なんですよでその ヒプノシスマイクを通したラップバトルで争いごとの勝敗を決めたりする世界観なんですけど、で、それぞれなんかチームに分かれてバトルして一番強いチームはどこだみたいなのをラップバトルしてるわけなんですよ。で、まあ、それぞれストーリーがあるんですけど、このヒプノシスマイクってね、もともとはそういうマイクっていうただの意味だけど、このヒプノシスマイクを使って、 使った楽曲が、まあ、YouTube に公開されてるわけじゃないですか。まあ、それによってこのいろんなコメントがついたりしてこうファンがうわーって熱狂している。まあ、つまりファンの精神にも干渉しているっていう意味であそういう二重三重の意味でのヒプノシスっていうことなのかなとか思ったりはしましたね。はい。えっ、ー、と話は少し変わりましてこれ嬉しかったことなんですけど動画でちょっと話それるかなと思って少しカットしたんですが 途中でね、中央区の話が出てきて、で中央区の楽曲が、パムファタールっていう曲で、この曲を作ったのがシンガーソングライターのレオルなんですね。で、もともと私レオルさんが好きなんですけども、で、たまたま、この動画の収録日がレオルさんの誕生日だったんですよ。11月9日だったんですね。で、ラナさんが以前、 そのレオルさんがゲストで出てくるヒプマイのオンラインライブをあの主張してたそうなんですね。私、あの見れなかったんですけども。で、その時のライブで、まあ、レオルさんにより関心を持たれたそうなんですけども、あの、今日ってレオルさんの誕生日なんですかって言われて、うお、なんで知ってんのとか思ったんですけど、あの、その前の週かなに、 動画で、あのレオルさんについて喋る動画を出したのかな、私が。で、それを見てくださってて、で、なんか私もファンアートをツイッターの方に上げてたので、それを見て知ってくださってたみたいで、あのー、オンラインライブのパフォーマンス見たんですけども、めっちゃかっこよかった、すよレオルさんっていう話をしてくださってね。それ、すごい、収録の冒頭ぐらいで、ラナさんが、ラナさんの方から話振ってくださって、あの自分の方に、自分って私ね、 あの、私の方に話を寄せてくださるゲストさんたまにいるんですけど、もうびっくりしちゃいますね。おー、なんか私の方に寄せてきてくれて、ちょっとすげーと思って、嬉しいってなるんですよ。<laughs> まあだからその、やっぱりラナさんはね、人の心を開かせる能力に長けてる方なので、そういうところですよね。嬉しかったですね、それは。で、あの収録後の話なんですけど、これね、あの、花丸教室あるあるなんですが、あのですね、うん、この日ね、 1>, 1時間ちょっともうちょっとかな収録後ですよあのカメラ切ってあるんですよっていう状態でダラダラ喋ってましたもうすっごいそれが盛り上がっちゃってで2時間だったっけなちょっとよく覚えてないんですけどで最初はその今日の動画ありがとうございましたっていうことで喋っててもうこの動画を出してるってやっぱちゃこさん意味あることしてますよねとか言ってもらって。 でなんかそこから私が多分ねなんか愚痴半分愚痴みたいな感じと半分展望みたいな感じであのー、全然至らないところがいっぱいあってもうほんと日々反省ですみたいな話をしてたしだけどもっと今後はあのより見てもらえるようにより見てほしい人に届く風なコンテンツ作りをしていきたいんですよっていう話の流れで動画のとか活動の指針みたいなものについての。 なんか相談会みたいな話してましたね。それだから11月だったので私がドット絵にハマるハマり始めた頃だったのですごい自分のアイコンとかをどんどんツイッターとかにアップしてた時期でもあるんですけどその今作ってるこのドット絵を何かに活用したいと思ってるんですよとかいうふうに喋っててそれこそ。 あのライブ 2D でアバター化できないかとかそういう話をして結構建設的だったんですよそのラナさんとの喋りが。でその喋りがあったので実現に近づいたというか、まあ、実現したんですが、えー、1月の3日ぐらいかな茶子先生の「図工準備室」っていう Google ドライブのファイルを共有してるページを作ったんですけどそこにドット A をぶち込んで誰でもダウンロードできるように公開しているんですね。 で、それを作るきっかけになりました。まあ、その素材を使って、まあ、勝手に誰でも加工とか編集していいですよ、みたいな。でそのコンテンツをこのファンアートとしてあの上げてくださったりしてもいいし、なんかオリジナルのアイキャッチとかの動画、映像を作品にしてくれてもいいし、なんか静止画で遊んでくれてもいいし、みたいな、そういう のために、まあ、全然今、あの、数がないんですけど、どんどん増やしていこうと思うんですが、まあ、そういうのをなんか作るきっかけにもなりましたね。なんか、すごいね、よくあるんですけど、終わった後のトークが、なかなか、芯をついてくる話が多かったり、自分の次の活動のヒントにつながったり、っていう話が多いですね。別にそんな1時間2時間喋んなくても、ほんの15分ぐらい、ありがとうございましたって喋ってる中でも、 あ、この人こういうところで今日の話面白かったって感じてくれたんだとか、そういうなんか喋ってる人の心境みたいなものがリアルに伝わってくる貴重な場なので、その時の話とか結構ねメモ帳にメモってるんですよ。<laughs> 気持ち悪いな、これ。<laughs> あの、喋ってる最中に iPhone にバーって打ってたりすることもあるし、喋った直後にバーって覚えてるやつ書き出すこともあるんですけど、で、実際にその、 言ってくださったあのアイディアとかから次の企画に派生したことも今までもあったしあ次の編集こうしてみようとか、えー、こういう切り出し方は次のゲストさんにも使えるなとかこ,れこの話は絶対振っといてよかったとかなんかそういう、うん、改善のヒントとかみたいには結構なってるので楽しみなところなんですよね <laughs> いや本当にありがたかったですねで特にねラナさんがあの 評価してくれた、めっちゃ褒めてくれてたのがね、あのセルフゲスト会です、えー。セルフゲスト会っていうのは、このテーマについてこういうゲストが来てほしいけどうん、そんなに都合よくそんなゲスト見つからない。でも喋りたいとか聞きたいっていう場合に、自分自身の声を加工してですね、えー、もう一人の人格を作り出し、そいつと対談形式で、えー、収録するっていうね、カオスな企画。 あのそのもう一人の人格の名前をねセコくんっていうあの男の子のキャラクターの名前なんですけども、えー、ボイスチェンジャーを使って実際に対談形式対話形式で聞こえるように編集してくっつけて好きなものについて喋って瀬古くんにセコくんに,に喋らせた回もあるし瀬古くんに聞いてもらった回もありますね。あそれがレオル回かなはいっていう風うで、まあ、それの発想がね いいねってそのなんかジェンダーレスだし何でもいいじゃないですかそ,のそういう設定を1個持ってくるだけで何にでもなれるっていう風な感じでラナさんはあの言ってくれてたんですけどだなんか誰にでもなれるみたいな,、うんうん、なんかそういう設定をどうやって活かしていくかってすごいあの面白いですよねっていう話しててまあなんかそういう何て言うんですかね こういう話してるのめっちゃ面白いんですよね。まあ、ララさんもクリエイターだから、クリエイター目線で、なんかすごい喋って、あの、くれたりして、新しい知見がね、で、あの、得られたりするんですけど、なんか、次にやること、私ね、やりたいことが本当に多くって、もう日々やりたいことだらけ。なので、それの話を真剣にできる場って、 普段普通に生きてたらないんですよね。例えばバイト先でそんな話しても、え、何それみたいなところから説明し,しなきゃいけないし、<laughs> YouTube やってるんですかみたいな話にも,もちろんなっちゃうから、もう全く言ってないんですけど、とか、なんか親族とかに私全く、えー、YouTube やってることとか、YouTube やってることは言ってるけど、チャンネルとかは教えてないし、何やってるのかとか詳細は伝えてないんですね。だから、こう、同じく、 ものづくりしてたり、こう、なんてうんだろう、クリエイターの生みの苦しみとかを、こう、精神的に尊んでくれるというか、理解してくれる人みたいな。まあ、視聴者でもそうなんですけど、こうクリエイターをちゃんとそ尊重してくれる人みたいな人と、そういう、次これがやりたいんですよねみたいな話するときって、すごく、メンタル的にも、 安心して喋れる。安心してワクワク喋れるっていうのがすごく嬉しいですね。はい。みたいな話をしてました。ああ、もうすっごい。今日、この話できてよかった。<laughs> いやー、あのね、ちょっと、もっと前からやればよかったですね。こういう、なんか、まあでも、ちょっとだいぶ喋っちゃいましたけど、まあ、収録裏話的なっていうか、まあこの、今回のラナさん関係の、 喋りたい話は、まあ、こんなところでございます。いやー、ちょっとだいぶ喉の奥がね <laughs>、乾いてきましたね。ちょっとお茶を飲みます。<laughs> はい。それではここから、お便りコーナー、先生、あのねです。えー、ここではですね、最近いただいたツイッターや YouTube のコメント、まあ、あと今後は、あの、メール、 アドレスの方とかに寄せられたメールのお便りなんかも紹介していけたらいいなっていうまあ、お便りコーナーです先生あのねっていうのご存知ですかね懐かしいって思った方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが昔ですね小学生小学校1年生とかに初めて作文指導をする際に先生あのねで始まる作文を書かされた書かされてっていう言い方あれですけどっていうことをした覚えがある方もしかしたらいらっしゃるんじゃないかな まあ、そういうふうに、こう、入門期の子供の作文指導の導入で使われることがあった有名な教材です。今も使われてるかはちょっとわからないんですが、先生、あのね、今日こんなことがあったよ、とか、こんなことができるようになったよ、誰々くんと遊んだよ、どこどこに行ったよ、みたいなふうに、先生、あのねで書くと、まあ、比較的、こう、話しかけるように、書き手は文章に書くことができるよ、 っていう教材なんですけどまあそこから取りましてこの先生あのねのコーナーで皆さんからのメッセージを紹介していけたらなと思いますまあ、とはいえねこんなところで紹介されるとは思ってないとは皆さん思うんですけどもまあ、将来的にはこの先生あのねのコーナーで読んでもらうためのそれ用のあのメッセージなどがねいただけるようになったら嬉しいなとは思っておりますが 以前の動画、2021年の年末動画で一気に1年分ぐらいのコメントを紹介したので、まあ、その後からのコメントをね、一部紹介したいと思います。その年末の動画についたコメントです。YouTube の方から。マボさん、今回気づいたらラジオ感覚で聞いていました。心地よくて好きです。という風でね。えー、この時にちょっと割とラジオっぽい風で喋ったのかなと思うんですが、 これ13分間ぐらいの動画なんですけどでその後もがっつりラジオ回ですっていう風で上げた動画が新年ですね新年一発目にあげた動画ここでもコメント紹介してるんですけどでこの動画ね <laughs> あの思いのほかしゃ,しゃべっちゃって30分ぐらい喋ってたんですけどあのアナリティクスとか見ると結構皆さんなかなか聞いてくださってたみたいで本当ありがとうございますで、えー、この動画に ついたコメント結構ありまますすので、えー、紹介しますね、えー、ジュリアさんジュリアさんのコメントもこの動画内で紹介したんですがそれに対してですねあの「こちらこそ茶子先生の動画とかを見てていろんな視点に興味を持ってていつも楽しませてもらっています」っていう風でいやなんかねこれ嬉しいなと思ったのがジュリアさんはもともとストップリの動画を私が昔出してたね動画なんですけどそれを見てくださってそこから交流が始まってるんですね。で 最初はストップリーの動画をわーっと見てくださって、もういろんなとこにコメントくださってたんですけど、あの、その最近だったらその黒板の動画とか、全然関係ない動画とかにまで <laughs>、あの、見てくださってて、本来、このジュリアさんが興味を持ったジャンルでは全くない動画にまでこう、足を運ぶって言ったらあれですけど、こう、興味を持って見てくださってるっていうのがすごい嬉しかったですね。しかもそれを楽しませてもらってますなんて、もうなんて、 <laughs> って心が豊かなというか心が広いんだというか <laughs> ありがたいですね貴重な時間を使っていただいて本当に、えー、続いてマボさんラジオバージョンも好きです気づいたら30分以上経ってたありがたいですねラジオパーソナリティとして違和感なしっていう風でいただいてますねこの動画さん30分になっちゃったんですがもうそれも聞いていただいたみたいでありがたかったですね ちょっと今回このラジオ形式で本当にラジオの番組として、えー、動画上げてますし、Spotify とか、Podcast とかにも落としていくんですけども、またそれについても <laughs>、もしかしたら反応いただけるかもしれませんね。えー、続いて、リクさん。リクさんのコメントも動画の中で紹介しました。読んでくださりありがとうございます。で、えっ、ー、と、リクさんね、実は2月かな ?2 月ぐらいに、 えー、ゲストとして来ていただく予定、収録する予定なんですね。で、それを控えているので、実はめっちゃ緊張してます。かっこ笑い。でも逆に楽しみすぎて眠れない現状もあります。かっこ笑い。まだお話ししてないけど、今度お代わりお願いします。<laughs> つまり、もう2回目のゲストも出るつもりでいますっていう、えー、メッセージなんですけども。 これすごい楽しみにしてくださってるみたいなんですよ。ちょっとまだテーマ内緒にしてますけども。あのー、リクさんは以前、去年のキャスですね。キャスの方でコラボしませんかっていうふうで、えー、当時好きだった陸上の話をめっちゃしてくださって、それもキャスのログで動画になってはいるんですけども、でその時に喋ってからしばらーくしてリクさんの方からあのゲストや,やりたいっていうふうでね、お話いただいたので、それを 心待ちにしてくださっているっていうめっちゃ嬉しいですねでも絶賛今私あの勉強予習中なんですけどまたこれもね私が無知な分野なのでちょっとリクさんを満足させられるか <laughs> 不安なんですけどちょっと頑張りたいと思いますはい続いて愛子さんドット絵の茶子先生可愛い,いありがとうございます自分のキャパを超えないって大事ですねめちゃめちゃよくわかる 私も自分の喜び楽しみワクワクの土台からはみ出ないことって大事やなと思っていますというふうにいただきましたありがとうございますそうこの動画の中でね、まあ、ゲストをお呼びして喋るし予習はするんだけどこう自分がしんどくなっては意味がないだからこう自分のキャパ設定は大事だっていう話を少ししたんですが、まあ、それについて共感いただいておりますなんか本当にそこはね教員を辞めた っていうその原因がしんどくなってしまったことがもうほんと大いにあるのでそれの二の舞にならないようにあの自分のこの楽しいをベースに絶対にするここはもう死んでも崩せないなとはいこれはどんな人の,そのどんな趣味とかどんな沼においても同じことが言えるんじゃないですかねなんか昔は何々したいやりたいだったはずなのに 気がついてみると、何々しなければならないになってると辛くなってたみたいなことがあるんじゃないかなと思うんですけど、そうなるとなかなか抜け出せないとかしなければならないマストの思考になってしまうとかなりね、精神的に来てしまうのかなと思うので、そこに陥る前に自分でこう、どこまではやるけど、ここからはやらないっていう やるやらないの線引きをすごいしておくのって大事なのかなとか最近思いますね。お便り紹介はこんな感じでした。ちょっと Twitter の方でもねちょろちょろ来てたんですけど、まあ、個人的なお話が多かったのでちょっと今回はここでは紹介いたしませんが。でまあこのラジオの回は本当定期的に今後どんどんやっていくと思いますのでこの私が作ってるコンテンツですとか、まあ、活動そのものに対して意見 感想などがありましたら、まあ、YouTube の方でそのままコメントいただくか、Podcast や Spotify などでお聞きの方は、Twitter アカウントをお持ちの方は、ハッシュタグ、チャコラジでツイートしていただいたり、メールアドレスの方、チャコラジ、アットマーク、Google.com ですね。こちらの方にお便りいただいても大丈夫です。紹介させていただきます。まあ、あの、一番最後のこぼれ話なんですけど <laughs>、あのね、このラジオね、一番最初は、 タイトル案が先生あのねラジオだったんですよ。要はお便りコーナーの名前をラジオ番組の名前にしようと思ってたんですね。で、それを最初計画してて、去年の、えー、年末ちょっと前かなくらいに過去にゲストに出ていただいた方全員に <laughs>、あのー、来年とか近々ラジオ番組を多分やるから、あのメッセージを <laughs> 送ってくれとか <laughs>。 ひどい勧誘文をね出したんですよ長々長文で。でもうその時にタイトルをもう決めてかかっててタイトルは「先生あのねラジオです」とか思いっきり書いてたくせにね「チャコラジ」とかやって全然違うじゃんっていう <laughs> 話なんですけどまあえっ、ー、とお便りコーナーに無事その名前は吸収されてしまったので、えー、あの DM に書いた。 メールアドレスではメッセージは一生届きませんので、あのー、もしこれを聞いてくださったらね、あ、チャコラジになったんだなと。分かったよと。<laughs> 思ってくださったらいいなと思っております。まあ、またなんか変なこと言ってるよ、多分思ったと思うんですけどね、あの過去のゲストさん。いや、あの、このなんか、なん,ていうんですかね、<laughs> すぐ思い立って、すぐなんか違うこと、ちょっと違うこと言い出したみたいなのの常習犯なので、 そろそろ過去に出てくれてるゲストさんとか、長く見てくれてる視聴者さんとかは、あ、なんかまたちょっと言ってること違うけど、あでもなんかやってんなとは思ってくださってると思うんですよ。<laughs> そういう感じなんだよね、大体。まあなんかあの、迷いながら、選びながら、試行錯誤がまあ私結構好きというか、まあそういうのが自分に合ってるんだろうなって思うので、 あの日々エラーを起こしながら修正しつつ前に進んでいっておりますが、まあ、このラジオも今後ね途中で名前が変わったりすることなく、まあ、長くやっていきたいなと思います、まあ、少なくとも今年1年は絶対続けたいと思ってますのでまた、あ、よろしくお願いします、えー、とこのラジオの中であのこういうことやってほしいとかこういう企画はいかがですかみたいな提案とかももう全然お気軽にお待ちしておりますので何かありましたら気軽に投げてやってくださいはい というわけで本日ここまでにいたします。ありがとうございました。それではまた次の回で。さようなら。